はい、皆様こんにちは、ニュージーでーす。この前ね、タイヤパンク被害の車上荒らしの動画をアップしまして、大好評につく大好評で、皆様ありがとうございます。はい、実際ね、その被害に遭ったパンクされたタイヤを持ってきましたよ、皆様。はい、見てください。よいしょ。いいタイヤですけどね、この横浜タイヤのね、これ皆様でね、ちょうどね、わかりますかね、ここにね、見えますかね、細かい穴が開いてます。このね、タイヤの側面にね、実際に何か分かりませんけどね、突起物なんか尖ったようなものでね、多分ぶっ刺しているんでしょうね、ここにこうやって。で、整備工場に持っていきまして、言われましたよ、これは普段乗っていて傷がつく箇所でもないし、明らかに誰かが、第三者がね、ここに故意で穴を開けたんだろうということですね。怖いですね、皆さん。で、いろいろ聞いたらね、話したら、このね、側面に開けられて、修理対応できませんと。こういうね、接地面、タイヤの。この接地面であればね、修理するみたいですけど、整備工場の方、は、こういった側面のね、部分とかは、あんまり修理というのはね、やんないみたいです。なので、そういうことも分かった上で、やってる今回、そういうやからですね、本当に腹が立つ。はい、腹が立って腹が立つ。なので防犯カメラつけましたが、不思議と防犯カメラをねつけて以降、その犯人一切姿を現しません。不思議ですね。何かこう、私の動きを見てるかのようでね、防犯カメラをつけた後、一切現れません。皆さんも、物騒ですからね。なるだけ、タイヤパンク被害に限らずね、いろんな犯罪に巻き込まれないように、お互い注意していきましょう。ノーモアパンク被害、ノーモア車上荒らし、よろしく。